さんこんにちは、村上実です。今日はですね、僕の、サーフィンのサーフィンだって、まあ本当に素人なんですけども、サーフィンの先生で、青山由香里さんも、サーファーのすごい日本のレジェンドなんですけども、インタビューということですね。よろしくお願いします。ここ鳴門のね、渦潮ゲストハウスというところなんですけれども、青山さんもね、海陽町で波竜月っていう、ゲストハウスを経営されてたんですけれども、まあそんな関係もあって、サーフィンを教えていただいている先生です。で、青山さんですね、もう日本のサーフィン界のレジェンドですね。まあこんな、サーファーズジャーナルでね、もう世界中のこうレジェンドサーファーの特集してる雑誌ですけれども、まあ、こんなところでもですね、日本人の春野さん、One Life to Live この青山さんの特集ということで、されてます。青山由香里の鑑賞ということでですね、はい、これが一番めちゃくちゃすごいでかい波なんですけれども、まあ、この話ね、ちょっともう後からでね、ちょっとまずはね、僕はちょっと去年の夏にサーフィンにハマって、で、サーフィンっていうのはなんか他の僕もいろんなこう遊びとかしましたけれども、なんか全然やっぱり特別な、はい、なんかこう、スカッとこう抜けて、で、なんかまあ次なる元気が湧いてくるっていうか、なんか全然なんか他で体験したことがないぐらい、なんかすぐ難しいんですけど楽しくてスカッとすると、うん、でなんかすごい幸せな気分になると、気持ちになると、はい、そういうスポーツだね。スポーツっていうかね、なんか何なんだろう、そういう遊びやなって思ったんですけども、なんでサーフィンではこんなに特別なんだろうなと。そうですね、まあ僕も18歳にサーフィン初めて四国でやったんです。今68歳です。はい、50年そうです、50年になります。50で四国の初めて一組海岸あたりでやって、でそこが気に入って今、まあ、そこに住居を構えてゲストハウスに住んでるんですけど、サーフボード制度したり、まあ四国の海で初めてサーフィンした時、初めてのは四国なんですか。そうなんですよ、一組海岸が初めて。へえ、一組でデビューされたんですか。そうなんですよ。それでなんでかって言ったら、やっぱり先ほど言ったけど、サーフィンって地面がこう動いていって転がっていくような、その波に乗っていく、まあ、スキーで言ったら津波に乗ってるような感じ、それがちょっとこう異次元の世界で、それでサーフィンの魅力にハマって、まあ、未だやめられずやってます。50人って言うけど、50人って言ったら日本人のサーファーで、まあ、最高に多分、まあ、もう上の方ですね。ロックで言ったらローリングストーンズですね。そうですね、70歳ぐらいの人が一番湘南の方では年上かな。まあ、いらっしゃいますよ。72歳とかおられます、まあ、だけど同じ40歳ぐらいですよね。そうですね、まあ、もちろん徳島県にもおられるし、同年代の方も、まあ、その辺がサーフィンブームで、サーフィンの一時ブームで入ってきた時にやってました。10代の時にだけど、今の年までされてるとは思ってなかったんじゃないですか。そうですね、まあハマっちゃったって感じで、まあ面白いのプラススポーツを超えてる、まあ、ちょっとこう哲学的なところもあるっていうのがサーフィンの魅力ですね。思想のようになるし、まあ、で2020年からオリンピックになりますから、もっと一般的に広まっていって、サーフィンがもう少しその世界に広まっていけば僕らもありがたいし。サーフィンってなんか今思想っておっしゃいましたけど、サーファーってなんかすごい爽やかな油の抜けたスポーツマンなのに、なんかすごいこう芯があるっていうか、なんか考えがありますよね。なんかそうですね、ピースフルなというか、なんかフリーなというか。そう、ね、あれなんかサーフィンやってるうちにそうなるんですかね。そうですね、やっぱりなんていうかな、まあ、今コロナであんまり密にならないようになってますけど、一番アウトドアでまず自然を相手にするということで、そのな、まあ、波はいろんな波が来るんです。小さい波から嵐の波、台風の波で、それにまず自然には絶対逆らえないということで、それに波に合わせるように自分をトレーニングしたりしてます。だからそこら辺がやっぱり自然に波を合わせるっていう、サーフィンの魅力なんじゃないでしょうか。自然がなんか僕らも練習してて、本当なんかスープしか乗れなかったのが、ちょっとこう波あるところに乗れるようになってきて、自分の程度に自然がこうピタッと覆った時に
ちっちゃいんですけど、すごい気持ちいい。そうですよね。なんか、自然に遊ばせてもらえてるっていうか。そうですね。それと、あと満足感と充実感がありますよね。そうなんですよね。その満足感、充実感っていうのは、まあ、僕も水泳をやってたんですよ。水泳のマスターズの日本記録を持ってたりしてて、水泳で日本記録を取ったぐらい、毎回、いい波に乗った時の楽しさがあるんですよ。おう。サーフィンってそういう魅力があると思いませんか？おお、それすごい話ですよね。あ、そう、僕はおじいが言ってた、その自己満足っていう話ね。はい。あの、なんていうか、他のものと比べたらなんですけど、他のものなかなか、そのなんかレベルがあって、こう、レベルに達しないとみたいなのがあるんですけど、サーフィンってもうなんか、一応ビギナーだったらもう波の上立てただけでこうすごい、なんだろう、もうその日幸せみたいな、満足と達成感もありますよね。そうですよ ね、なんか達成感があって、うん、人に勝った負けたではあんまりないんですよ。もちろんサーフィンが今度オリンピックになって競技なんですけど、うん、それは短い間で勝った負けたをして勝ち抜き戦であるんですけど、それはそういう世界でね、そういうコンテストの世界でも、サーフィンってもっと大きな意味で考えると、うんうんうん、自然が起こした大きな波になったり、小さな波を乗っていく。で、波っていうのはもう何万年もな、地球ができた時からあるから、それがすごい、なんかすごい、うんうん、ナチュラルで、うん、ピュアな感じだから、サーフィンしてる人はそういう風に見えるんじゃないですか、うん、ちょっと宗教っぽいんですよね。そうですね、禅の心に向いてます。そうですよね、はい、僕も思うんですけど、その太陽とか波とか、うん、自然から生きるエネルギーを直でもらえるっていうか、それすごいあると思う、ね、気がついたんですけどね、はい、なんでみんなサーフィンしてこんな元気なのかなと思ったんですけど、うん、それやっぱり自然からしかなかなか、自然と、あと、まあ潮っていうのもあるんですけど、うん、あの海の中でその、はい、まあ、浄化されるか、潮の海水っていうのはいいと思いますよ、体に、はい、それもあって、あとほんで自然に逆らんでないと、ほんとレスペクトするっていうのがすごい大切なことかもしれませんね。しょっちゅう痛い目ないのかな。それで、まあ、生きる死ぬを感じるわけですね、サーフィンって。短い人生感を感じる。だから、この大きい波に乗った時は、意外と生きる死ぬを感じるから、それで、まあ、死なないようにっていうか、トレーニングをしてます。死なないように。危ないから、ちょっと波で溺れないようにっていうことですね。あの、僕ら、常人では、ちょっとこの、こういう波っていうのは、まあ、考えられない、恐ろしいんですけれども、どういう気持ちなんですか？そうですね、これ恐怖、これ最も僕が人生の中で一番大きい波を乗ったのが2000、そもそも何メートルぐらい、はい、15メーターぐらいあるんじゃないですか、ビルの3階から3階半ぐらい。3階半のどこから？3階半の、まあ、上から。めちゃくちゃ怖いですよね。だから、まあ、上が飛び降りる感じですね。で、波、この波に乗るのは、もちろんこれは脳腫瘍のワイミアビアって言って、冬の間しか立たないんですけど、12月から2月の間にその大きな波が立つんです。これぐらいの大きな波を立つのが、まあ、メーターで言うたら12メーターが15メーターなんですけど、まあ、向こうで言うたら本当は50フィート、60フィートなんですけど、あのハワイの人は後ろから数えるから、これで25フィートぐらいなんですよ。半分にいるんですよ、小さめにね、ハワイの人で。まあ、こういう波を乗るにはやっぱりトレーニングもいるし、でそのさっきも喋ってましたけど、4年か3年に1遍しかこんな波立たないんですよ。毎年ハワイで待ってても、待ってても3年から4年に1遍ザ・デイっていうやつ。そうですね、毎年あるわけじゃないですね。今年もまだ立ってません、こういう波は。そういうのもなんですね。5年に1遍と思った方がいいですね。その波を一人で乗るっていうのはすごい、まあ、目標やったんです。一人で誰も誰にも邪魔されるなって、一人で。それが、まあ、まあ、記録。なんとなく見てますけど、これ奇跡の写真みたいな感じ、ね、そうですね。で、特にそれでハワイでは、5年に一遍そのエディアイカをビッグウェブコンテストやる大会をしちゃうんですよね。で、ゼッケンをなしで、こう、一人で乗ってるっていうのは、めったにないから、まあ、そう、記念すべき写真が、自分の一生の中で一回残せて、57歳の時ですね。57歳？はい、11年。僕より3歳上です。まあ、すげえ。毎年ハワイに行ってました、40年。若ければいいってもんでもないわけですか？そうですね、テクニックで乗れますね。若かっても乗れなかった。若い時では乗れなかった。僕も20代、30代では乗れなかった。40代で乗り始めて、40代で見えてきて、50になってやっぱり、すごい。経験値で乗れました。へぇ。あと波の崩れるとかそういうのも、まあ、もう読まないかないし、もまれ
ようにもまれないようにもしないといけないし、これが波を乗った場合絶対もまれるんですよ。もまれたら何秒もまれると思います。もまれたらってここの海のここにこう入っちゃうわけですもんね。入って、うん、出てくるまでに出てくるまで、大体タイムで測ったら25秒なんですけど、2分半ぐらいかかりますね。え、あ、1分半ぐらいに感じますね。1分半ぐらいで、でも大体時間で測ったら25秒ぐらい揉まれてるし、ところが心拍数が120ぐらいでドキドキした状態で揉まれてるからすごいしんどいんですよ。よくお風呂場でって息止めたら1分止めれますけど、マラソンしてる最中に揉まれるからすごい25秒でもしんどい。普通の人間はもうまずちょっと命ないですね。危ないですね。やったことない。ったことないですね。でまず出て沖に出れないし、はい、ライフガードが来て絶対無理って言いますね。絶対無理ですよね、はい、やっぱりこれに対して長いサーフボードもいりますし、はい、経験値もいるけど道具も長いからいります。青字でもこう怖いってもあるんですか。怖いってのはあるけど、怖くないかって言われるけど、怖くないから入ってて後で怖くなったりすることあるけど、でも怖かったら入らないですもんね、はい、怖くないように自分をトレーニングしててさあ行くぞ、怖くないぞって言って言い聞かせたり、ルーティーンをしたり入る前にお祈りしたり、はい、いろいろルーティーンをして入ることがあります、はい、もう今はちょっとできない。乗る瞬間の恐怖とかもあんまないんですか。乗る瞬間はもう恐怖あったら乗れないから、もう行くぞ、 Go for it って、僕ですもん、飛び降りるっていうのはね、ビルの上から、はいはいはい、坂に飛び降りる感じ、はいはい、上から飛び降りる感じで立っていかないと90度なんですよ、この角度。まあだけどテクニックは一応自信というか身につけてるから、はい、もう練習してるっていう確信の上でですよね、はい、へー、それは練習とトレーニングしてきました。すごい、まあ今でもこれの3分の1ぐらいは乗れますね。あ、そうなんですか。これぐらいは乗ってます。すごい四国でも立つんですよ、これぐらいは。あ、でかいやつですか。いや、年に1回ぐらいは、その台風の時に9月、10月に、それたまに乗ってます、竹ヶ島。いや、僕若い頃の写真かなと思ってて、いや、意外だったことなんで、なんか、僕も頑張ります。なんか頑張って、もうちょっとでかいのいけそうですね。楽しむっていうのが大事です。そうですよね、楽しみながら大きい波ですよね。ですよね。ありがとうございます。ちょっとじゃあ第1弾こんなところで、はい、ありがとうございました。面白かった。500円玉みたいなガンガンで即入院して切らなかったんで、レベル3やったんですよ。